アドメートスはギリシア神話に登場するテッサリア地方ペライの王である。長部員を省略してアドメトスとも表記する。ペライを建設したペレースの子であり、ヌメアの王となったリュクールゴスとは兄弟。カールケレーニーによればアドメートスとは征服されない男のい。父ペレースの兄弟にアイソーンがあり、従ってアイソーンの子ヤーソーンとアドメートスは いとこの関係である。アドメートスはイヤーソーン率いるアルゴナウタイの冒険に参加し、またカリュドーンのイノシシ狩りにも加わった。アポローンの息子アスクレーピオスは死者を生き返らせるほどの名医だった。だが、冥府の主であるハーデスが死者を生き返らせるのは世界の秩序を乱すとしてゼウスに抗議する。そこでゼウスは来帝をもってアスクレーピオスを撃ち殺した。 これに怒ったアポローンはゼウスのために来帝を作っていたキュクロープスたちを殺した。ゼウスはアポローンをタルタロスに落とそうとしたが、冷凍の恋によって罪を減じ、一年の間人間に仕えるよう命じた。そしてアポローンが仕えた人間がアドメートスである。アポローンはアドメートスの牛飼いとなり、アドメートスの牛にソーセージを産ませて増やした。 オスティアのサルコファガスに刻まれたアドメートスとアルケースティスの物語の一場面。アドメートスはイオールコス王ペリアースの娘、アルケースティスを愛していたが、ペリアースは戦車に獅子とイノシシを繋ぐことのできたものに、娘を与えると約束していた。アポローンはアドメートスのために戦車に獅子とイノシシを繋ぎ、アドメートスはこの戦車を買って競技場を一周して、 アルケースティスを妻とすることに成功した。アルケースティスとの結婚式の時、なぜか、アドメートスはアルテミスに生贄を捧げることを忘れた。このため、警棒の扉を開くと、部屋にはトグロを巻いた蛇が満ちていた。アポローンは、アドメートスに、女神をなだめるように言った。さらにアポローンは、もイライにこうて、アドメートスの式が来た時に、彼の父母か妻のうち、 彼のために喜んで死のうとするものがあった場合にはその指揮を伸ばせるように図らった。この時、アポローンはも依頼を酔わせてこのような取り決めを勝ち得たとも言う。アドメートスが死ぬ日が来た時、父も母も彼のために死のうとはしなかったがアルケースティスが身代わりになって死んだ。この時、ペルセポネはアルケースティスを冥府から地上に送り返してやった。 別の説では、ヘイラクレースがタナトスと戦って、アルケースティスを連れ戻したとも言う。アドメートスとアルケースティスのコユメイロスは、スパルタのヘレネーの求婚者の一人となり、後のトロヤ戦争には11隻の軍船を仕立て、ペライの兵を率いて参戦した。ケレーニーによれば、アポローンが人間に仕えたのは、彼が生まれた直後に、メスの竜。 デルピュネーを殺した償いのためだったとも言う。A.B. 高津春茂。ギリシアローマ神話辞典。岩波書店1960年。ISBN400 から080013から22ページ。ありがとうございます。